テレサさん、心の準備はできてるだろう。例えば自分の手で全てを決めるとか、そういった覚悟が。いいえ、正直に言って自分の方法なら必ず夢の主を現実に戻せるって誰も保証できないし、だから計画がうまくいくよう私もちょっと強めな準備をしておくわ。夢を飲み込むビシュヌの力を使うのかい？そうよ。初めて聖魂空間に入った時に自分の夢を飲み込んだの。だからもし収拾がつかなくなったら、目覚めたくない人たちの夢を躊躇なく飲み込むわ。人類の心と歴史の中に入ったからには、その未来のために責任を負わなければならない。それに少なくともエネルギーで夢を爆発させるよりはずっと安全よ。思うがままにやりなさい、テレサ。他人を導くことはできる、でも代わりに歩むことはできないとはいえ、無条件で誰か一人のわがままに付き合う義務なんてないわ。どちらにせよ、この全ての結果は人類が背負わなければならない歴史と未来になる。だからテレサ、あんたはあんた自身を信じればいいの。ありがとう。もし必要であれば、私は誰かを代表して選択するわ。そう言ったけれど、その時が永遠に来ないことを私は願ってる。フカたちなら必ず成功するわ。リタの計画によると、みんなは何とかしてケビンから影のかけらを奪取するはず。その後私はキマイラと同じ源を持つビシュヌの力で影にいる崩壊獣の残務を飲み込み、終焉の眉の本当の場所を探す。ちょっとあなたたち、ぼーっとしてる場合じゃないでしょ。四季の列車、あなたたちは成功したの？もちろん、私を誰だと思ってるの？ちゃんと受け取って。終焉の力なの？テレサ学園長？テレサ学園長、どうしたんですか？バカ、彼女に触っちゃダメ。死にたいわけ？部活に近づいたら私たちもあの力に同化してしまうわよ。でもゼーレン、心配しないで、大丈夫よ。そうよね、フカも、四季の律者も、あのケビンでさえも、同じ苦しみを味わったはず。だったら、私も、きっと、大丈夫。これぐらいなんともない。ケビンの全力の一撃とは比べ物にならないでしょ。今の世代の人ってば、まったく。倒せるのは。そうだ、周りの崩壊獣を早く倒さないと。その炎の塊はあいつらの夢でいっぱいになって消えてしまうかもって、ネゲントロピーの二人が言ってた。そういう大事なことは次は早く言ってちょうだい。でも
強くなってきています。そんなの放っといて。あなたたちはあのなんちゃら眉の場所を見つけるって言ってたでしょ。それならその炎を消させないでよ。もういい、ゼール、早く私に代わって。ゼールのおもちゃになってくれる？本当に命知らずよね。まるで雨上がりのアリのように、愚かで、ちっぽけで、嘆かわしい。来れば来るほど死んでいくだけだっていうのに。テレサに一歩も近寄らせないわよ。全部消えなさい。四方八方から絶えず襲ってきてる。どれだけ倒しても倒しきれない崩壊獣の夢が影に入っていくわ。ガラス瓶の中に入ってる放っておかれたろうそくのように、このままじゃいつか炎は消えてしまう。もし私の力がもっと強ければ、一気に飲み込むことができるはず。強くなりたい、ちょっとだけでも。ここは一般人の夢。結局こうしなければならないのね。私の手にあるのは人類の未来、人類最後の希望になるかもしれない。これは彼女たちが命がけで手に入れてくれた唯一のチャンス。絶対無駄にはしたりしない。ゼーレ、ちょっと手伝ってちょうだい。テレサ学園長、覚えているわ。ここに入ったばかりの時に試したように、あなたには夢を感知して引き寄せる力があるでしょ。それならもっと多くの夢を引き寄せることはできる。つまり全ての夢を崩壊獣の出現範囲から離れたところへ。持っていけってことですか？でもそれじゃ学園長が一人でどんどん湧いてくる崩壊獣と対峙することになってしまいます。それに学園長の力は確か。大丈夫、夢の干渉さえなければあいつらくらい全て倒せるわ。説明している暇はないの。ゼーレ、私を信じて。知ってるわ、あなたならできるって。それじゃあ私が代わりに前線に出るわ。ゼーレ、ゼーレ、やっぱりやってくれたのね。これで夢を飲み込んで強くなることはできない。飲み込む対象を失ったから、生死の瀬戸際で臆病な決断をするよりも今の方がマシでしょ。
全ての人を守るなんて本当に難しいことよね。私は力も心も強くない。ふさわしいリーダーでもなければ立派な戦士とも言えない。人類が運命の十字路に立たされた時、私は誰も傷つけたくはないし、彼らの全てを救うこともできない。そして私はただためらうばかりで前に進めない。でも無理やりの決断、それもまた決断よね。そうでしょ。誰一人諦めたりはしない。誰一人代価にしたりはしない。それはテレサである、天命の司教である私の決断なの。だから最後の手を使う時が来た。この炎は消えたりはしない。自分の力でここの残滓を排除してみせる。血騎士月光制限解除。私の骨を、私の血と肉を、すべてあなたの糧にしなさい、ヴィシュヌ。それで現地の住民に反対されて任務を中止したの？ふん、わからない奴らよね、クミンが。そんなこと言わないで。眼識のない一般人にとって天命の偉大な事業は理解しにくいのよ。司教様も言ってたじゃない、一般人には寛容にって。あら、こんにちは、テレサ様。こんにちは、アガサ。テレサ様、人違いですよ。私は極東支部第一小隊のヘレンです。先週会ったばかりですよね。あ、ごめんなさい。何も違わない。それぞれに違う名前があって違う顔をしているのに、言ってることとしてることはみんな同じ。まさか本当におじい様が言ったように、みんなはただ他人の歴史を繰り返してるだけなの？まるで私のように。ここの夜景綺麗ね。どうして？窓からこぼれる光は綺麗だと思わない？それは一般的な蛍光灯でしょ。明度も低いし飾りも華麗なものじゃない。天命本部の照明とは全然比べ物にならないわ。でもその光が暖かいのよ。一つの光は一つの家庭を表してる。似たような光でも違う色を映してる。光の主人は誰？どんな物語があるの？誰かを待ってるのかしら？そんなことを思うと、この夜景が守られて本当に嬉しいのよ。説教は終わりました？はぁ、外で作戦に参加するより疲れたわ。あの子たちったら安心できる子が一人もいなくて。若いですからね、元気があるのもわからなくはないんですけど。あなたの考え方が羨ましいわ。毎日あの子たちと知恵比べをしてたら疲れて死ぬか噴死するかのどっちかになっちゃいそう。あら、先月の始業式ではこうおっしゃってたじゃないですか。バルキリーたちが死と隣り合わせて戦っているのは一般人が自由に生きていくためって。あの子たちは一般人じゃないでしょ。違うんですか？はいはい、落ち着いてください、私たちの優しい学園長。一緒に一杯いかがですか？あの時の私は何を考えていたのかしら。よく覚えてないわ。だってあの時より私はだいぶ変わったもの。あの子たちのおかげだわ。
あの子たちがこの世界のことをもう一度教えてくれた。そして私は他の人と同じようでいて同じじゃないってことを知った。私ったら何を考えてるのかしら。本当に死んじゃうわけでもないのに。終わったの。でも完全な人為的崩落を経験した後だもの。私も今までの姿じゃなくなってるはずよね。帰ったらリタたちは私だってわかるかしら。どうやら過ちを犯さない良い司教になることは簡単じゃないようね。私は大人になったの。これもまたみんなの祝福なのかしら。来なさい、何度でも。何も残らないように飲み込んであげるわ。私はテレサ・アポカリプス、天命の大司教よ。この距離なら大丈夫だよね。テレサ学園長の方はどうなってるのかな。良くない状況かもしれないわね。どうしたの？私のこと覚えてないのかしら。のこのこと姿を現すなんてね。いいわ、今度は骨の髄まで染み込むほどの恐怖を味わわせてあげる。はあ、相変わらず短気なのね。ゼーレ、彼女は？前に連絡が取れない状態になったことを覚えてる？つまりそれが彼女の仕業だったの？心配しないで、ゼーレ。もうすぐ、もうすぐ彼女は自分のしたことを後悔することになるから。あなたたちの今の気持ちはわかるわ。私はみんなのことをあまりわかってなくて過ちを犯してしまった。でも今はそんなことを話してる場合じゃないのかもしれないわ。だってあなたの仲間が危険な目に遭ってるかもしれないわよ。テレサ学園長？ちょっと、テレサに何をしたの？あら、誤解よ。私はただの関係ない通りすがりだもの。何もしてないし、あなたたちに協力するつもりもないわ。でも、あなたたちが聞きたい情報をちょうど知ってたりするわね。変な小細工を考えない方がいいわよ。本当に何も考えてないわ。私が知ってる限りでは、この夢の迷宮であなたたちを助けられる人がちょうど一人いると思うの。どうかしら？再び夢に入って探してみる？もし信じてくれたら嬉しいわ。だって私は誠実な人だもの。それじゃあまたね。あなた、誤解しないで。本当はただ固有世界には長居できないだけなの。
誰？そこにいるのは、また未来を見てしまったの。あなたは誰？何を伝えようとしてるの？待って、せめて顔だけでも。ここはどこ？何があったの？だから今は逆に自分の夢の中にいるってこと？何もないけど。そうだよね。疑似時間結晶から生まれた私の行動の仕方は、まるで人間が夢を見ているようなものなんだから。だから、私を夢に閉じ込めても新しい夢は見れない。だって私はただの物語の記録者で創造者ではないから。それよりここから脱出する方法を早く見つけよう。メイちゃんたちはどうなったのかな。でも私がこの前見た未来だと彼女たちは無事脱出してるはず。ううん、違う。何かとても大事なことを忘れてるような気がする。暗い。このままじゃ何も見えない。どうやって脱出すればいいの？何？誰が何をしたの？偶然かな。やっぱり早く出口を探そう。私の夢ってこんな風になってるんだ。どうして？よし、続けて進もう。広い。私の存在に関わる物語がないからかな。本当に悲しい発見だね。おかしいね。こっちも阻まれてるなんて。あれ？どういうこと？ダメ。全然心当たりがない。崩壊獣がいるのかな。ここは私の夢じゃなかったの？まあいい、考えてる余裕なんてないよね。まずは戦おう。一体誰？まあいいや。それより引き続き出口を探そう。どっちへ進もうかな。なんだか妙な直感が働いたかも。うん、
それはまるで誰かが直接意識に話しかけてるみたい。この先が出口だよね。ありがとう。さっきからずっと案内してくれてるよね。あなたはずっと私たちのことを見てる。そうでしょ？わかりやすいヒントだったしね。私の存在のあり方は特別だから、この世界の異常をより感じやすくなってるの。それで、あなたが時間なの？私が見たのは、あなたの目に映る物語だよね。誕生した瞬間から、私の目に映る世界は、並行する無数の時間に切り分けられてる。果てのない時間の中で、私は数えきれないほどの過去と未来を経験して、数えきれないほどの似たような物語を見届けてきた。物語はそれぞれ違い、長いものも短いものもあった。あるものは月下美人のようにすぐに消えたし、あるものは小川のようにより遥かな未来へと通じていた。唯一変わってないのは、私が注目してきた、ずっと見守ってきた物語の未来なんだ。最近になってようやくわかったの。こういう時間は誰かのためだけに存在するって。一人の人間が加わるたびに、物語に新しい輪廻が生まれる。その人は私と同じく物語の一部始終を見届け、より遠い未来を見てみたいと思ってる。その人が選択するたびに、物語は少しずつ書き換えられて、その人だけの表情を見せる。それは、あなたなの？あるいは、あなたたち、なの？やっぱりね。こんにちは。時間の起点と終点。すべての物語の起源。まさか、あなたたちとこんな形で会えるなんて。今まではずっと物語の見届け人として数えきれないほどの過去と未来の可能性の間をさまよってきた。でもそういったすべての生存者に会えるなんて思ってもみなかったよ。本当に感動できるシーンだよね。そして今あなたたちがここに現れたってことは、私が見たあの未来は、もう手の届く場所にある。そうだよね。彼女たちの物語を見たら、見て見ぬふりをする人なんていないって知ってたよ。だって、それは長くて美しい物語だからね。何も知らなかった少女はつまずきながらも数えきれないほどの笑顔と涙を経験して、やがて頼もしいバルキリーになっていった。お疲れ様、よくやったねって言ってあげたいでしょ。そしてこう伝えたい。うん、そうだね。どうやら、私はやっぱり、あなたのために生まれた命みたい。ありがとう。あなたと一緒にいた長い物語も、やっと思い出せたよ。今度はあなたが私を案内する番だよね。あなたはあの時漁師の海にいた。どいて、あなたは何者なの？もう一人のゼーレに今のあなた。はじめまして。あなたの勘は鋭かったよ。
私がここに属さないって気づいたなんて。でも心配しないで、悪意はないんだ。私に呼びかけるあなたたちに気づいたから、ここに現れることができたの。そしてあなたたちの呼びかけのおかげで、私は夢の檻から解放されたんだ。だから恩返しとして喜んで助けてあげる。あ、そうだ、テレサ学園長が。問題ないよ、彼女の全てを夢で見たから。彼女は大丈夫。でも確かに助けが必要だと思う。さあ、一緒に彼女がまだクリアしてないことをやり遂げよう。怖がらないで、これはちょっとした移動技術だよ。ただ虚数空間でしか力を発揮できないから、あなたたちの役にはあんまり立てないんだ。テレサ学園長、大丈夫、気を失ってるだけよ。お疲れ様、テレサちゃん。後のことは私たちに任せて。力尽きても、あなたは人間たちの夢を守ってたんだね。本当によかった。あなたはやり遂げたよ。たとえ彼らがこういった全てを感じ取れなくても、本能は、未来への憧れは、やがてこの世界に新たな奇跡をもたらす。彼らが私に授けたこの力のように。ボサ頭、成し遂げたわよ。早く早く虚数空間にいるキアナたちに連絡を取って、終焉の眉の座標が分かったわ。もしもし、聞こえてる？ずっと待機してたお子ちゃまたち。シキちゃん！ちょっと、そんな大声を出さないで、頭が痛い。ごめん、大丈夫？大丈夫に決まってるでしょ。まあ、兵を養うこと千日、要は一朝にありっていうし、早く元気を出しなさい。まさか。うん、誰が行くのかもう決めたんでしょ。グズグズしないで、もう時間がないんだから。問題ありません、四季の律者、ブローニャたちは一緒にやり遂げます。はい。ケビンが終焉の力を支配できている以上、終焉の律者が一人じゃなくちゃいけないって誰が決めたの？私たちの思想空間が互いにつながっている限り、律者の権能が何人に集中しようが、そんなことは重要じゃないでしょう。もし全てを一人に集中させなければならないというなら、私はもちろん譲れないよ。ただ私たちはチームなんだから、もし可能であれば
みんなで一緒にこの重要な使命を果たしたいって思うのは当たり前だよね。まあいいや、私は構わないけど。剣能を貸し出そうが、思想空間をつなげようが、意識の律者にとっては何も変わりはないし。だから手短に話すと、あなたたちはどうしたい？ 1,2 時間かけて深いところまで融合するとか言わないでよ。時間は有限なんだから。それはありません。少し前の経験から見る限り、ブローニャたちが目指す状態は支配の律者と対決した時の状況に似ています。さらにはっきり言えば、キアナをみんなをつなげる媒介にするつもりです。ただ今回、私たち3人以外に必要なのは委員長じゃなくてあんただよ、四季の律者。勝手にすれば言ったはずだよ、時間は有限だって。先陣を切るのは誰？起源の律者よりもっといい選択があるかしら。キアナちゃん、この刀を握って、そして目をつぶって、それから思いのままにすればいい。残りのことは私に任せて。え？全てを理解する前に、少女は奇妙な地に足を踏み入れた。頭上には綺麗な夜空ときらめく星々、足元には涼しい源、無限の投影。それは彼女が見たことのない景色だった。まるで人類が憧れる美しさを全てここに集めたようだ。胸の鼓動を感じながら優しく導かれ、彼女は正解の奥へと出発した。時間は完全に止まっている。旅の道中で彼女は起源の律者の全てを紐解いた。終点にたどり着き、彼女は雷の律者の本質を理解した。元凶が終わり、体が消える直前に、彼女は再びライデン・メイを知った。どうだった？不思議な感じだったよ。まるでメイ先輩が歩んだ道をもう一度辿って、その時の感情を体験したみたいだった。キアナちゃんの今の気分を聞いてるのよ。もちろん最高だよ。体に101人分の力があるみたい。大したことないじゃない。私に代わったらキアナは1001人分の力を手に入れられるよ。キアナの人数なんてどうでもいいと思いますが、四季の律者、あなたは時間が大事だと主張したじゃないですか。さあキアナ、始めましょう。観察することを学びたければ、混沌を直視しなければならないと言った人がいました。だから私は両目を閉じる。耳を傾けたければ、静寂に身を置かなければならないと言った人がいました。だから私は雑音を遮る。未来を知りたければ、今を生きなければならないと言った人がいました。だから私は地に足をつける。すべてを手にしたければ、すべてを奪わなければならないと言った人がいました。だから私は変わる。もう終わりましたよ、キアナ。え？どうしたんですか？断りの律者の本質がこうもシンプルだったことが意外でしたか？
シンプルだったというより、あそこには何もなかったと言った方がいいかもしれないね。ええ、断りの律者の力はそもそも砂上の楼閣、つまり数学みたいなものです。1たす1は2の証明はただ自然数の定義を繰り返しただけです。断りの律者もただ文明が進化した時の理論を自然に継承しただけなんです。ですから、断りの律者の権能を統合しても他の律者の身には何も起こりません。それは一般人の奇跡ですから。でも大丈夫です。キエナはすでにウローニャの力を受け取りました。これで十分です。それじゃ次は私の番だよね。確かに、キアナちゃんと四季の律者が統合に成功したら、すべての律者の権能は半分が通じ合ったことになる。つまりそれ以外の律者の権能は、ええ、一つずつ挑む必要があるのかもしれないわ。マユが何を用意しているのかは誰にもわからないけど。は？あなたたちバカなの？もういい、キアナちゃんと立って、そこから動かないでよ。ここはほら終わったよ。ついでに瞬間移動も手伝ってくれたんだね。どう、キアナ、今のあなたには1万1人分の力があるはずだよ。つまり私たちの権能の統合は成功したってこと？もちろん。キアナとブローニャの時ですら十分早いと思いましたが、まさか式の律者の方が早いとは。もっと早くすることもできたはずだけどね。理由についてはライデン・メイ自身が一番よく知ってるでしょ。それはここが数十億の意識が織りなす巨大な網で、あなたが意識の律者だからなの。は？ライデン・メイ、とぼけてるの？あなたがついでにやれと頼んだんじゃない。今はそれをわざと聞くわけ？どういうつもり？え、何？ふん、あなたの律者の権能が他のすべての律者の権能を通じ合わせることじゃなければ、あなたたちがさっき言ってたあいつらが四方八方から襲ってくることもないはずでしょ。ここは、駅？メイ姉さんはこの場所を知ってるんですか？うん、さっきこの空間で起源の律者の権能を手に入れたんでしょ。悪いけど権能と意識の律者を統合させたからね。あなたたちの考えは筒抜けだよ。式の律者、自分で説明できるわ。ここは多分私と、あるいは起源の律者と関係があるの。この前いわゆるバックドアを探してた時、ビーコンは私をここに導いた。でもさっきの状況は完全に逆で、まだ探してないのに向こうから目の前に現れたの。終焉の眉のシグナルはすでに暴かれてる。だからこれはつまり、私たち、あるいはこの中の誰かが終焉の律者になるまであと一歩のところに来てる。分かりきってることじゃない。さっきから言ってるけど、さまざまな律者の権能はすでに四方八方から集まってきてる。ライデン・メイ、本当に何も知らないの？起源の権能が一体何なのかは本当にまだわからないの。ただ直感で動いてるだけ。結果はあなたたちも知っての通りよ。でもうまくいきすぎじゃない？過去の敵の律者コアを一つずつ探して戦って権能を集める必要があるんじゃないかって思ってたんだけどな。
同感です。今の状況から言うと、そもそも律者自体に対する認識が大きくずれてるのかもしれません。待って、だったらこの前ってもしかしたらミスってたんじゃない？覚えてる？最初私たちはあるエネルギーを追って進んでた。今思い返せば、私たちが追ってたエネルギーはメイ先輩のものと全然違ってたでしょ？そうみたいね。今考えてみれば、あの時の私が追ってたのはケビンの影で、あなたたちが追ってたのは起源、つまり私だった。だから一部の出来事はたまたまなんかじゃなくて、願えば叶うって話だったのね。現状を変えたい、早くみんなと合流したい、キアナちゃんを助けたい、不可能なことを可能にしたい。小さな願い一つ一つが私が前へ前へと進むための力になってる。その願いを一箇所に集めれば、もしかしたら権能になるのかもしれないわ。もし本当にそうなったら、ロマンスの権能というべきだね。あなたたちは。ここで一旦水を差すべきかな。四季の律者、何があったの？さあね、ライデン、メイとブローニャはまだ見えてる？私は誰も見えなくなった。みんなと連絡が取れる？動かないで、目をつぶって。あなたたち運がいいね。メイ先輩、ブローニャ、私は大丈夫だよ。でも一体何があったの？わからない。推測するとしたら、マユがすでに力を発揮しているのかもしれない。キアナちゃんはまださっきの駅にいるの？そうだよ。それはもしかしたら終焉のマユがキアナを選んだのかもしれません。でもここには霧くらいしかないんだよ。どうすればいいんだろう。四季の律者、ちょっと手伝ってくれる？もう乗りかかった船だし、遠慮する必要なんてないよ。ありがとう。今感じたんだけど、全ての律者の意志と力がキアナちゃんのいる方向へと集まっているようなの。それを見分けて、その中に潜む危険を排除してほしい。それってつまり、数人分の律者の意識に私一人で抗えってこと？やった。できないなら無理は言わないわ。それでも私とブローニャちゃんは自分の意識をそこに投影させる。なんとかキアナちゃんのために空間を安定させたいから。ちょっと、意識の律者を見くびってない？たかが死んだ数人の律者の意識に抗うだけで？生きてるあなたたちだって別に怖くなんかないよ。さすが四季の律者ですね。でもこの状況で意識を投影させるなんて危ないんじゃ。能動的か受動的かの違いしかないわ。この白い霧はキアナちゃん以外の全ての律者を見分けてる。だから私たちはもう一度吸い込まれるかもしれない。それともすでに終焉の力をコントロールする方法を見つけたから、私たちの助けなんてもういらないって言いたいの？わかった。みんなとケビンを対等にすることが私の責任だって言うなら、もちろん助けを断ったりはしないよ。その言葉を待ってました。ギアナ、まずは目の前の霧を払ってあげます。でもそうしたら
私たちの間にあるつながりが一時的に途切れるかもしれないよ。ええ、心の準備をしておいて、キューナちゃん。始めますよ。霧、確かにちょっと薄くなってるみたいだね。メイ先輩、ブローニャ、四季の律者、この剣能は神職の律者のものかな。なるほど、以前起源の律者に倒されたんだね。あんたの願いは理解したよ、神職の律者。あんたに証明してみせる。どんなものが永遠に存在すべきで、永遠に存在できるのかを。大丈夫。これはみんなが私のために作ってくれたチャンス。今回だけじゃない。十数年前にパパたちと出会った時からすでにこの道を歩んでる。ここは私たち三人が初めてリチャを迎え撃った戦場。そして悲劇の舞台でもあった。ウェンディ、あの時ブローニャに伝えられなかった言葉はもう届いてるよ。あんたは優しくて強い女の子だってみんな知ってるから。今こうしてるのはみんなの幸せが律者の力よりもっともっと大事だからだよ。懐かしいね。あんたのものだよね。説得できなかったけど、あの時あんたは私に自分の選んだ道を歩くように言ってくれたよね。あんたは結果しか認めなかった。私はそれが全てじゃないって思ってるけど、確かに結果にも大事な意味がある。ディーベディヒ。花はやっぱりいい香りがするよね、セシリアママ。上空誌、ここで私はメイ先輩やブローニャと出会った。幸せなことも悲しいこともたくさんあった。すべてが終わったらみんなと一緒に上空誌に帰ってみよう。その時この都市は別の顔に生まれ変わるのかもしれない。ここはメイ先輩とお姉ちゃんが見届けた物語だよね。運命のいたずらに翻弄された人たちに安らかな眠りを。たとえ悲劇が避けられないものだとしても、私たちはずっと戦い続けていく。
さんだ。いろいろあったけど、四季の律者はもうすっかり頼もしい仲間だよね。ずっと引きずってる問題は、もう答えを探す必要はないでしょ。あんたは不可じゃない。不可になる必要なんてないんだから。この扉の裏は、ここなんだね。終焉の繭、どんどん近くなっています。心配しないで、キアナちゃんはもう光だけを追いかける子じゃないわ。今のあなたは他人を照らす炎、耐えられない過去も、あなたの力にしかなりません。
私はキアナ・カスラナ、普通のヴァルキリーだよ。そしてオットーによって作られた実験体 K423 でもある。さらにシーリン、彼女の延長とも言える。もちろんそれよりも私はジークフリートの娘、テレサの姪、デュランダルの妹、姫子先生の生徒、メイ先輩やブローニャ、委員長たちの友達、そしてケビンの後継者。それは理由を聞いてるの？それとも私の願いのこと？遠い昔の私の願いはパパを見つけることだった。セイフレイヤ学園に入学してからの私の願いは最強の S 級ヴァルキリーになること。学校を離れてた間の私の願いは時間を戻すこと。今の私の願いはこの完璧じゃない物語を少しでも完璧に近づけることだよ。昔の人々が熟食を手に入れ、猛獣から身を守るために火を起こすことを学んだように、今の苦境を解決し早く願いを叶えるために私はあんたのところに来た。時間の尺を伸ばせたら火も終焉の力も最終的には日常生活で最も普通でどこでも見られる一部になる。そして人類の生活もそのおかげで未来へと足を踏み入れる。私がやらなければならないのは木を切り裂く稲妻になることだけ。そして枯れた木に灯った火種で人類が何をなすのかを楽しみにしよう。あんたのなぜには二つの問いがあるんだね。正直その質問は行動してる人間であれば誰もあんまり深く考えてないはずだよ。答えはずっと彼らの目に見える手が届くところにあるんだから。この世界が私を育ててくれたから、私の前にも世界を美しくするために、助けてくれた人に幸せを与えるために進み続けた人がいたから、彼らが私に強さと根気を教えてくれた。彼らが私に前へと進む勇気をくれた。彼らが私に愛とは美しさとは何かを教えてくれた。そして彼らが今まで私のそばにいてくれた。その中の一部は互いを知らず会ったことすらないかもしれない。でも彼らに助けてもらったことがないって誰が言えるの？だから今日ここに来てあんたの前に立つのが私じゃなくても、きっと他の人が現れて彼らのためにここに来るんだと思う。そしてその人も今の私と全く同じ意志を見せるんじゃないかな。世界は私たちに命を授けてくれた。しかしそれを燃やすことでしか私たちは自分の価値を表せない。決まってるでしょ。やっぱりあんたはただの鏡なんだね。あるいはあんたは私。真の自分と向き合う、これが終焉を継承する資格なのかな。どうやらやっとケビンと同じスタートラインに立てたみたいだね。彼のやり方は盗みに近かったけど、マユはそれでも彼のことを認めた。それと同時に私たちの中から勝者が誕生することも期待してた。それなら
見事に勝ってみせなきゃ。もちろん私たちはケビンと同じくそれぞれの時代を代表してるんでしょうね。さまざまな偶然を経て普通の人よりも一歩前へ出て運命のスポットライトの下に来た。私たちは律者になったけどそれでも人間のままなの。これからしなければならないことは人類の意志を貫き門番との最後の戦いに挑む。人間は真理を求める種族です。誰もが真理を追い求める中で成長していきます。確かにブローニャたちは過ちを犯し道を踏み外してしまいます。でも人類の意志もまさにそこに現れるのです。過ちを犯しても直せばいい。道を踏み外しても引き返せばいい。過去の罪を変えられなくても今を生きていればまた明日を作り出すことができます。起源はある種の終わり、終焉もある種の始まり。真理でも永遠にはなれません。真理を求める過程こそが永遠になるのです。これは私たち三人とケビンの戦いじゃない。これは人類全体が運命に挑むための戦いなの。過去から引き継ぎ今を乗り越え未来に至る。